皆様こんばんは。カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。さて、オリックさん、完敗でした。まあ、0対7というね。まあ、連勝が止まるときっていうのはこんな感じになるんでしょうかね。まあ、でも悔しいね。ねえ、まあ、ヒットの数はそこそこ打ったんだけども、まあ、点差がね、あるもんですから、もう細かい作戦もないんで、まあ、ただ打つだけという感じになるんで、なかなか難しいですよね。まあもう序盤で今日は勝負あったかなという感じではありましたね。初回ね、攻撃で2アウトランナーなしから、中川圭太君のヒット、森君のヒットでランナー2塁1塁2アウト、バッター頓宮裕真期待したんだけども、内野フライで。まあそこでね、点が入っていればもう足らればダメなんだけどもね、スチュワートも楽には、投げることはできなかったと思うんだけども、あそこ0点になって、まあ相手も乗っていく。で、その中でその裏、満塁からワンアウト。ね。中村晃選手の、浅いフライを外野の。で、セカンド、義母君下がってボール取って、サードランナー、野村勇にタッチアップ。内野フライよ。ね。セカンド後方とはいえ。で、それで1点入る。まあ、ちょっと弱点疲れましたね。まあ、好走塁といえば好走塁だけど、普通暴走だよね。まるで1点を取られて。ちょっとなんか嫌なムードはありましたよね。一旦はアウトの判定でリクエストでセーフになって、あれで変えられるのはちょっと辛いなっていう感じではありました。ピッチャーはガクッときますよね。で、まあその後失点もあって、一挙4失点初回。で、3回にも走者一掃のツーベースを柳田さんに打たれて、まあ勝負あったという、そんなゲームではありました。まあ、長崎まで行ってね、まあしんどい試合になったんだけれども、まあそれでも、切り替えやすい負けかなと思って、ね、連勝が止まるときってこんな感じですよ。で、今日マリーンズも勝ちましたので、マジックは減らずにということではありますね。そう簡単には。新聞とかね、なんか見てたらもう独走体制に入って、まあ確かにゲーム差空いてるけども、ここからマジック減らしていくのは大変だと僕は思います。だからそんなに楽勝っていう感じは全然持ってないんだけれども、ね。後から振り返って楽勝だったねと思うのはいいけど、今の段階で独走とか楽勝とかっていう言葉は聞きたくないですね。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。明日ですね、タジ頑張れっていう感じではありますが、まあ、明日はいつもの、ペーペードームなんで、今日長崎は難しかったね、やっぱりね。いつもやんないとこなんでね。まあでも、残念な結果で、まあまあ、しょうがないんだけども、切り替えていくしかない。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあでもね、黒木くんが、中盤以降しっかり抑えてくれたっていうのは、これ大きな収穫だと思いますんで、また次のピッチングにも期待ということ。ワゲスパック、次あるかな？次あれば頑張ってね。という感じですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ残念。まあポイントはやっぱり初回の守りだろうね、と僕は思います。じゃあまた。